絶対女の子がいいな。そうね。うん。結局こう、みんなメンヘラだし基本ね。で、なおかつ承認欲求が死ぬほど有り余ってるけど、うん、でもそれが表に出すぎると速度違反になって同じ同性から叩かれるっていう。うん。定期的にそういうのを俺は摂取していきたい。痛い女を。うん。わー。うわー、難しかった。もうあざといね、最初から。いや、さすがに、これで素直にチンチン立てるほどバカじゃないんだよね。これは舐めすぎかな。舐めないでほしいね、あんまり男。まあ、ちょっと寝る前ふっと思い出してムラムラしてしこり始めたんじゃないけどな。うん、いやー、片道3時間かけて水汲みに行ってるアフリカの人たちがこれ見たらどう思うかな。そういう村あるよね。うん、そこに移住してほしいね。1ヶ月くらいでいいからさ。1回行ってほしいね。親友の彼氏と浮気してる。幸せ。それでなんか TikTok に載せちゃうかっこいいでしょみたいに思うんだ。ドラマ見すぎだろ。すごいね、こういうなんか地雷女みたいなのを流行らした人、本当に貼り付けにあった方がいいよな。ダメだよな。親友と、うん、その親友の彼氏と浮気してんの、一番近しい人、一番近しい人、うん、それはもう最終的には親友も親友の彼氏もお前を失うことになるし、うん、なんならこれをネットで顔出しで上げてるってことは人生孤立 RTA してるのかな今この人って。人生孤立 RTA、うん、やめた方がいいよ、うん、これからどんな得積んでも絶対地獄落ちんだろうな。そうだよな。メイクもすごいね、この。うん、何この涙袋、ね、こっち、うん、すごいことなってるよ。中国人だったら珍味だと思うんじゃないかなこのところ。平たいスープの上に乗せてそうここを乗ってそう、うん、はあ、うん、マジ、はあ、顔見られた瞬間にコミコミしてるパトと、うん、どんな自意識で生きてんだよ日々ね。ウーバータダにしてもらったか、うん、ということなら現金って払えるのかな、ウーバーって。確かにね、クレカ持ってない。どういうことなんだろう。めっちゃバカなんじゃんそうだね、うん、という夢を見たんだって話であってほしい ね、 そうね、ちょっと心配になるから。心配になるね。ああ、うん、あ、ごめんね、なんか文句ある。慰謝料を払え。本当に謝罪してほしいね、うん、ガチの謝罪。ガチの謝罪をいつか見たいね、うん、老人引いちゃうとかさ言いたいな。絶対こんな謝り方できない。こんな謝り方できないよ、うん、本当に顔面真っ青にして涙を浮かべながらすごいすごい人生楽勝。楽勝なんだ。楽勝だね、これは。これは、うん、楽勝っすね。何も不自由なく暮らせるだろう ね。それこそ Uber も無料になるだろうしな。Uber 無料になるだろうね、これは。めちゃくちゃ寝起きの。寝起きの。で、たどりのノーマルカメラを、不意にパシャって撮ってやりたいな。うん、人生楽勝じゃなくしてやるよ、俺ら。本当の無加工見せてほしいな。めちゃめちゃアナログの加工しまくってんじゃん。あはは、確かにね。なんならその、病院で加工してるからね。確かにしてるかもな。削ったり、切ったりしてさ。加工だらけじゃねえか、めっちゃ加工しまくってんじゃねえかよ、お前。いやは何とか。あざといな。実は私は、2ちゃんでこんな毎日見てたわ。これははいはいワロスだね、うん、爆発してるアスキーアートとか、なんか誰か持ってきてくんないかなコメント欄とかに、うん、ああ、いいね、幸せそうだね、そう考えられるの、うん、だから要は量産っぽい、量産じゃないか、まあ、よく言いがちな女子大生が見てくるんだね、うんうん、なんか俺もさ、個人的な趣味で黄色の全身タイツ着て街中とか駅前とか行くんだけどさ、その時もすごいいろんな人に見られるんだよね、うん、だあれってみんな俺みたいになりたいってこと。なるほどね、それはお前みたいになりたくないんだよねこいつにもお前にも言えるけど、え、なりたくないと思って見てんだよね。俺になりたいってことじゃないの。いや違うよ、痛えなとか、ああはなりたくねえなっていうので多分みんな見てるんだと思うし、まあ、要はこいつもそういうことだよね。あ、なんなら多分お前の周りを人が下げていったらもう実感したと思うんだけど、うん、嫌いで憧れちゃったけって言って聞きたいんだけど、ああ、みんな憧れから入るんじゃないの。憧れって何が悪いの。人に憧れちゃったけわらわらとか言って笑ってる人、ガチで恥ずかしいよ。ああ、おお、いいね、可愛らしい人だよね。そうね、ちょっと他の見てみようって。
あーなるほどね。さっきの人マスク取っちゃったんだね。なるほど。もう少し痩せた方がいい、足太いと言われたので痩せる方法は足痩せ効果あったとか話聞きたいです。ああ出た、全然痩せてるよっていうね、街なんだよね。まあ分かった、多分お前に憧れて地雷系になる人はいない。分かった安心して。うん、よく人の彼氏奪ってそうって言われるけど、まあ、うん、それって私が可愛いってこと、まあ誇れることじゃないけどね、うん、割とその女の人の彼氏奪ってそうってネガティブな意味が含まれてると思うんだけどな。なんかそれをかっこいいとかさ、なんか悪い女でかっこいいでしょみたいなのがあるんだろうね、うん、裁判の傍聴とか行ったらこういうヤバい人結構見れるんだろうね。どういうこと？悪行を堂々と語ってるなんか頭おかしい人。あー被告人、うん、何？ああ。ちょっと嫌なことあっても別にいいやってなれるんだ、うん、レイプとかされても別にあらららら、ら私可愛いからいいや、もうバカでかい黒人10人ぐらいにバシクソレイプされても、うん、まあ私可愛いからいいやってなれんのかな。いやいや多分怖くて声も出ないじゃんあ同じ人何なんて言ってんのこいつ。前の家の人、近所の人にもヤバい人って言われてて、私も生まれてからここに住んでるんやけど確かに変やなって思う。普通玄関のとこ札なんて貼ったりしないでしょ。それに前の家事故物件なんて話一回も聞いたことない点々。あれ、ああなるほど、じゃあ頭おかしい人がお迎え同士でなんだなそういう地区があるんだ ね、そういう地区があるんだここに。おもろ、大丈夫この人なんか文章とかもごちゃごちゃだし、うん、何言ってるかもちょっとパッと聞きでよくわかんない文章してるよ ね。糖質見た時と同じ感情なんだなそこはがたな闇を感じるね。本当ごめんだけど、うん、あーずっとフライングダイナーさん乗ってたのかなもう周り見る気もないぐらい。あーなるほどね、そういうことか、ノンストップでずっとフライングダイナーさんぐるぐるぐるしてたのかな。それは、うん、俺好きになるかもそれはかわいい、そんな女の人いたらめちゃくちゃ面白いもんそれはちょっと気になるわ、うん、その人のこと。まあ、長いのなんだよこれ、ね、ちょっと3行でまとめてくれ。縦読み、縦読みかな。ああ、そうそうそう、これマジか、うわやばいやばいやばい、パこれテーマーん、待ってこれ震える、これ震えるな、これやばい、これやば、震えるわ、うわ。やっぱり別れたカップルの動画定期的に見ないとさ、うん、自尊心保てないじゃん。わかる、バカども見てこ、バカなんだよね、バカだよね。カップル YouTuber はまだわかるよ、マネタイズ成功してる例いっぱいあるからね、うん、カップルで TikTok やるって本当に頭おかしい人しかいないんだろうな。で別れてそれを動画にするって、別れても報告するんで動画で、キモっ、ここだよ、え中中ごめんないわ。これ別れた彼氏との思い出を動画にして、思い出を PV にする余裕はあるからね。許可取ってんのかな相手に。いや無許可でしょ、別れた後じゃ LINE するんか、うん、PV 作りたいんだけど、いいってもう概要欄の縦読み、まあ縦読みかな。2年7ヶ月経ったら大好きな彼氏に振られました。別れて3週間は経ったけど毎日監視、未練たらたらすぎる、絶対結婚しようって約束して将来設計図も立てて、俺ら復縁したいんだねこの子は。振った後勝手にこんな PV 作ってネットに公開するようなバカな女と付き合っちまったのが運の尽きだなで正解だよ彼氏、やっぱ作る意味ないね彼女。ないんだよね、俺らが正しいよね。そうなんだよね、頭いい方の人種だよね。そうだよね、彼女作んないんで、うん、作んないだけだしね、ね、まあね、うん、まあ、なんで一般人の影見なきゃいけないんだよ。1年8ヶ月付き合ったんだ、みんなこう性分なの。原因は私が彼に対して恋愛感情がなくなったから。気色悪い、なんだこいつ、キモ、ひじきのヒロイン気取りじゃん、自分で振ったのに。え、気色すぎ、何これ。お前が一番好きなの自分だろ。ああ、義務教育でネットのこともっと教えた方がいいね、時間割に入れときたいね、もう毎週お、ね、ネットの時間をね、うん、うん、国数理社ね入れないとこういう事故が発生するんでしょ、うん、バカがよ、ほんとクソガキなの。ああ、マジで理解できないな、なんでこれ載せるんだろうネットに。うん、ショックはあるとバカがたくさんいて助かるな。
長っ、待ってびっくりした、なんだこれ、長すぎだろ、これってスクロールできるんだ、ここって。初めて気づいたね、できることに。いやマジ読む気も大きいわ。誰もお前に興味ねえから。マジでインターネットオナニーだよなこれが。なあ、お前の代わりもお前の彼氏の代わりもいっぱいいるよ。もういいよね、 TikTok でこういう動画作ったら自分が主人公になった気分にもなれるし、自分を主人公と思わせてくれる失恋ソングもいっぱいあるでしょ、うん、せいぜいオナニー頑張っててくださいや。別れるっていう決意ができてすごいね、すごい勇気って言われるけど、その時感じが分かる。私このままこの人と付き合ってると自分の時間損するって思った。1ヶ月前に3年半付き合った彼女と別れました。大失恋が初めてで、孤独感が強くしんどい期間が続いています。恋愛マスター、次に進むためにも仲のいい女の子とデートしています。その子に対して好きかと言われたら好きかもしれないですが、寂しさを埋めるために自分をそう思い込んでるだけなのかも分かりません。相手に失礼かと思ったりしています。この行動は人として正しいでしょうか。いや、あのね、やっぱり人として正しい行動ってあるわけじゃないんですよ。ストレスを溜め込む行動は正しいんですが、ストレスを抱えないでボーッと生きることが正しいんですよ。それって正解ってないじゃんか。寂しさを埋めるためだけに仲良くしてるのかもしれない。でもいいじゃん、失恋して落ち込んでる。そこを彼女は穴埋めに行くっていう戦略を持ってあなたと仲良くなってるんだとしたら、あなたはまんまとハマった。いい、相手の努力、相手側の努力すごいなっていうところまで評価すると、いい彼女になるんじゃないかって普通に思うけど、あなたは別にあの幸せになれないってことないと思いますよね。一回、誰これ、誰やねお前、モテキプロデューサー。俺はモテキプロデューサーの動画だったんだ今の。モテキプロデューサーの動画でした。かっけー。多分二度と交わることないんだろうな俺ら、うん、多分遺伝子とか解析したら違う生き物だって判定されるかも。違う生き物かもね、もはやも多分こいつと俺がセックスしても子供生まれない。あ、できねえか。それはできないよ。中学生別れました。いや、マジで子供できたらスマホ与えたくないな。そうだな、マジで痛いな。こんなん作っちゃうんだね今時の中学生。ラッドウィンプスってまだ中学生人気なんだね。すごい、だって俺らが中学生の頃も流行ってたじゃん。うん、未だに現役の中学生も聞くんだね。すごいよね。彼氏とデートの後、ありがとう貯金をしていたけど。何それ、ありがとう貯金、何それ。別れたら入ってる。ああ、こいつらの恋愛の価値が、価値は22,500円。俺らの配信1回分ぐらいか。鼻くそほじりながら1時間ぼーっとしてるだけでそんくらい稼げるよな。うん。あざと。一軍の最下層みたいな。自分のめっちゃイケてる女子の取り巻き、取り巻きにいるね、うん、これ虫とか見つけたら一番最初に叫ぶ女子だよな、うん、これ。でこのラーメンとか餃子とか食べてズボラさんを出して、そうね、でマカロニ鉛筆、いいね、今の20代女子全員足して割ったみたいな女の、うん、うわ、なになに、ちょっと待って、同棲も決まっていて結婚も考えていた彼が友人からの投資話に乗ってしまい先導しされてしまったため別れました。好きだった頃の彼はもういません。彼女として最善を尽くしたのでもうこれで終わりです。スズメの戸締まりってこういう話だっけ。こういう話なんじゃない、多分。こうでしょ、多分こういうことだよ。エモすぎるもん、こういうのいっぱい見たいな。長すぎだろマジで、本当に何なんだこれ。俺が神様だったら承認欲求っていうのを人間に与えないけどな。愚かさを今連続で見せられてるけど、人の愚かさを、うん、なんか俺もラッドウィンプスみたいな。いやいやいや、復縁して3ヶ月もう一度お別れしました。バカだな。概要欄、うわ出たー、やっぱりこれ、あ、やっぱこうなってんだな。メスってみんなこうなのかな。いや見たことある、頭のいい女ないな、ないでしょ、うん、結局赤ちゃん工場なんだよね。そうなんだよな、赤ちゃん工場がなんか社会に紛れてんだよな、今の状態おかしいね。なんで赤ちゃんってなんかマッパついてるくせにマッパついてませんみたいな顔してるし、それがムカつくんだよ。何としてくせにセックスしてますしてませんみたいな顔で、おかしいよな。俺らセックスしてませんみたいな顔してるんだよ。そうだよ、本当にしてない、してない、俺ら見習えずっとセックス
でしょ。うん。3週間ぐらい経ちましたけど。今度泣いてる。あ、マジで。早く引っ越せって話なんだけどさ、彼とは求めないと思うんですよ。これでもあれじゃない。これは共感性周知だね。やばいわこれ。痛すぎるな。ハッシュタグエモだから。エモ。自己肯定感上がるな、やっぱりこういうの見てると。うん、本当にバカしかいねえんだな。本当俺ら頭いいね。本当に頭いいね俺ら。なんだてめえよ。でほら芋落ちてるよ。ほらここにも落ちてる。めちゃめちゃ芋落ちてるじゃん。本当は芋じゃん、ほら、この縮れ方といいさ。そうそうそう。うん、太さとかね。こんな縮れ方な、こんな長さの髪の毛ないしじゃん。ここにも陰毛落ちてるでしょ。ほんとだな、俺普通に服着てんだけどな。ほんで今見せてる手でさ、気づいたけど、爪何？え？黒ずみすぎてない？きたね。うんこ。それ手でうんこ拭いてる？手でな暮らししたいね。うん。手な暮らししたくない？学ばんとね。学びたいね。モーニングルーティーンってあるでしょ？あるね。これバカにできないからね。そう、うん、そうね。本当に勉強になるからね。ちゃんと見ればね。そうか。うん。しゃあ！なんで？どこに殺意抱いた？いや、勉強しようと思ったけどさ、ちょっと開始3秒でちょっと無理かも。そう、今のベッド、うちより広かったよ。ベッドだけで。ベッドの時点で、ちょうどこれの家くらい。5畳ぐらいあったよ、さっきのベッド。しゅー。ごめん、ドライドライ。なんかね、うん、よかったね、こう、またパカパカしとけば丁寧な暮らし送れる方の性別でさ、男はたくさん勉強して汗水垂らして外で戦って、うん、なんとか立派なお家建てれるかもしらん。いいな、またパカパカしてるだけで、こんな生活手に入る方の性別だもんね。うん、こんなに金もあってさ、家族もいて、うんね、全部満たされてるはずなのに、うん、それでも承認欲求がなくならないんだね。いや、これほんと人間のね、汚いとこだね。子供まで使ってね。ね。うつ病患者だって。うつ病患者のモーニングルーティン。これ作れる余裕あるって、うつ病じゃないよな。あんなくてね。おやすみ。ああ、セーラームーンね。おはよう。今の時間は7時26分。あの後結局4時ぐらいまで寝つけなかった。着替えるよ。甘いフィルターずっとかけてね。今結構すっきり起きられた。今まで見えてなかった自分が見えてきた気がするよ。うつ病治ったらがっかりしそうじゃない。医者に、うん、あなたうつ病だいぶ治りましたねって言われたらちょっと、みたいな反応になるよな。病んでるのがかっこいいみたいなのがあるんだろうね。気持ち悪い。あ、こういうの撮るの絶対女なんだよな。ふざけやがって。いやできないなこれは。ね、絶対チンゲ落ちてないもんな、この人。落ちてないよ、これは。すぐ目立つもんね、こんな真っ白な床だったら。おもんねー。こっから出かける先がパチンコとかいうオチだったらよかったのにな。俺らでこの部屋にさ、うん。下痢津波警報発生させん。あ、下痢津波警報発生させる？発生させないかも。気象庁に。うん。で、うんこついたアナルで、その後全部屋にアナルスタンプしに行く。あ、アナルスタンプラリー。アナルスタンプラリー。うん。するか。めちゃくちゃにしたいね。したいな、この真っ白な部屋。丁寧な暮らしですね。はーい。うん。朝から掃除かけられんよな。あ、いいね、自分映して。あ、案件。あ、案件だったか。案件か。ふざけてんなー。くっそー。いいなー、俺ら。人生棒に振ることめっちゃしまくってさ。やっと、脱毛の案件1個取れたとこなのに。こんななんか、ね、自分の顔もおじさんと、あ、適当な動画撮るだけで案件もらえんの？企業がお金出すんだよ、これに。いいな、くっそ、まんこと言ってたらな。2時のままネギスのスーパー、パーセクトしな。ただいま、昨日できなかった。洗濯して。うん。ネイリストか。あら、いいお家。いいね。金持ちの夫がいるだけで、自宅でネイルサロンを開くみたいな、人生舐め腐ったことできるんだよな。TikTok まで撮って。な。
本当なんか毎日生きるために労働してたらさ、うん、こんなおしゃれヒップホップとかも聞けないよな、うん、余裕しかないもんな、いいな、これいちいちカメラ移動させてんだもんな、ね、ワンカットワンカットね洗顔はついたまま食器洗いしちゃうんですよみたいな、うん、ズボラな自分みたいなのを出したがるんだよな。だからこういう女のモーニングルーティーンの魔法の言葉ってズボラの3文字なんだよ、うん、これね、モーニングルーティーン取りたい人はこれ覚えといた方がいいですよ。ちょっとズボラなところを見せるっていう。なるほどね、うん、もうすでに夫は家出て稼ぎに行ってんでしょ、うん、ほんまに金持ちの夫がいるだけで爪先いじくり回して優雅な生活でっか。はぁ、あ、ちょっとバクバクしてきた、しんどの出た、独身男性や、すごいいおじさんですね。いいぞ、うわめめしい部屋だな、なんだこれ。無印良品も大好きですな、うん、カルディも成城石井も大好きです、うん、その角度ムカつくな、洗顔剤とかうわムカつく、ムカつくよな。同じ性別とは思えんな。うん、サプリね、朝からサプリ飲むんだよね、できる男は。うわ、え、何それ、わ、クエン酸でした出 た, 出たクエン酸出た。このコップもムカつくよな。うわ、もうすごいな、意識高いポイントすごいなね。ジムいいね、見てほらほら、14分に家出て、うん、6時15分にジム行く予定だから、もう下にあるんだ、ジム下にあるっていう匂わせなんだよ、これも、うん、ね。え、なんか落ちた。あ、カメラ撮りきた。戻ってきた。カメラ撮りきた。カメラも、あ、そういうわけではなかったね。ううね、まあ絶対カメラは撮りに戻ってるからね。うん、見てこのタグ。モーニングルーティーン、ナイトルーティーン、一人ぐらいで、いろいろ並べた後に、最後、婚活って言ってんだよね。うん、もう、こんなおしゃれな生活して、生活にも余裕があって、所得も多くておしゃれで、でも自分結婚できてないんですよ。かっこいい、それがついてる。そうそうそう。めっちゃおしゃれなのに独身っていう。そうなんだよね。こんなおしゃれなのに独身の自分が好きなんだろうな。そう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 。一匹狼感というか。独身貴族って言葉好きそうだね。あ、そう。いや、男、キモいな。男でこれやってんだよ。男でこれやるのが一番しんどいな、うん。モーニングルーティーンスペース独身とかで検索してみる。うわ、カロリー高そう。なぜ結婚できないんですか。なぜ結婚できないんですか。どこがダメなんですか。どこがダメなんですか。TikTok 撮るとこれやない。な。あの、このセンターパートでもいい感じだね、うん、点数高いね。顔パック左右ですよ。ボー、大丈夫、これ同性の友達とかいる、いるの、大丈夫、いないよね、キモすぎるってこれ、男から見たら、うん、あら、誰かが持ってるぞカメラ、あれ、誰がカメラ持ってるって笑ってんのこれ、誰がカメラ持ってんのこれ。結婚できない理由はいっぱい見えたよ。うん、こんな性欲ありませんみたいな顔してるけど、うん、今この瞬間もこいつの金玉では精子が作られてる、うん、精巣で精子作ってんだからね、ちょっと金玉上下してるからね、ピクピク動いてるから、そうそうそう、なんなら朝も朝立ちから始まるでしょ、 そうだ、それもちゃんとかけよな、朝立ちして朝しょんべんするときに、うん、その朝立ちしてるから、うん、そのうまいこと便器の中におしっこが入らなくて、うん、あるあるある、調整してシクシクする時間あるんだ、ね、ある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 、うん、ちゃんと見せろよそういうとこもね、いいとこばっか見せんなよ、なんなら朝しこってるしな、普通にしこるよ全然、ね、なんか金あるアピールしてるけど、うん、絶対 AV は買わないで違法サイト見てるからな、俺のハブの金見てるからな、ね、絶対絶対そうだよ。一人暮らし男のモーニングルーティーン、いやカメラセットしてんじゃんな、今起きましたみたいになってるけど、朝立ちしてるからこの瞬間も、確かにしてるしてる、うん、これ自分の朝に価値があると思ってたんだよねこの人は、だろうね、これで信じられる？信じられ、今んとこゼロボケでしょ？うわ。ああ、そっか。承認欲求すごいな。意識高いやつ筋肉つけ始めるからな、うん。男の保湿誰も見たくないって。見たないよ別に。見た落ち保湿だってよ今。保湿落ち？落ちが保湿。すごいな。どうよお前の朝。これと対局かもしれんね。対局。うん。そもそも朝起きないから。まあそうね。まあ昼過ぎの2時くらいに起きて、朝立ちしてるから、そのまま、オナニーして、ツイッターダウンロードランキング開くと。ツイッターダウンロードランキングでね。で、オナニーして、そしたら、オナニーした後って眠気くるじゃん。
だから二度寝するんだよ、うん、その勢いで。わー幸せなんだよね、うん、なんでチーカーみたいなリアクションしてるの。次起きたら5時くらいでようやっとぬくっと起きてトップバリューのカップそば食べますね、うん、まあパソコンの前で食べるよそれはもちろん、うん、でパソコンでまあ YouTube 左画面に流しながら右画面でエゴサする。あこれデュアルモニターなのは当然だよね。デュアルモニターね、ピカピカ光るキーボードでもしこったまま手を洗ってないって言うよ。なんだろ、歯磨きもしてないよまだ。してないよまだ、うん、でその後であの人のことを誹謗中傷しまくる動画の編集を始めます。全く一緒一緒でしょ。全く一緒。いやなんなら俺アナル直に書いたりするもんね。なんか全然あるでしょ。あるよな。うんこしても手洗わないでしょ。ある。プロも、まあ、さっきの爪見てみたら分かるけど、うん、本当にリアルに2週間ぐらい入ってないな。お前風呂全然入んないよね。お前はどう？まあ、俺は入ってるよ。どんくらい？人と会う日の前日くらい。だから週1くらいでから。あ俺もじゃあ同じぐらいかも。ああ、うん、いいね。なんか朝起きたらパンツにチンカスめっちゃついてんだよな。分かる。朝立ちで方形チンポが向けるから。ああ火星方形のチンポってさ、そうそうそう、あと勃起したらちょっとニュって向けてくるから、けそっからその黄色いニュルニュルがこんにちはするんだよね。ねえねえ。あ出たさっきのやつ。ああまた同じです。こいつムカつくんだよな、うん、ちょっとこいつの他の見たらか。ナイトルーティーンあげとんで。ナイトルーティーン朝から晩まで本当に自己顕示欲がとんでもないね、うん、止まらんね。ねドラム式じゃないんだ洗濯機。そこはね。たまにね。サウナ。これ家具全部ムカつくな。うわ。気持ち悪い。気持ち悪いな。ああ、こズボラのとこ見せてね。コンビニトレンジがあれば生きて。ギャップもしない別に。ね。うん。気持ち悪い。顔映さないように気を抜いて。いや現実であるじゃないよ。現実それじゃないよ。ふざけんな。あるある弱っ。うわー何今最後のぬいぐるみみたいなの、うん、かわいいって言ってほしいですか。おじさんおじさんおじさんおっちゃんおっちゃん。おい、まあ、余裕があってこそだよね、うん、そういうのって。そうなんだよ。余裕があるやつしか撮ってないんだよな、うん、ちょっとフリーランスでポッと成功しちゃって、うん、いい家住んでる独身の男とか、あと男に養ってもらってる女とか、うん、ガキとかガキ、そういうなんか余裕あるやつしか撮ってないんだよ、うん、俺らなんて学歴もなくて、そうそう仕事もなくて、うん、本当に明日チャンネル終わるかもしんないし、でもこれしか食う術ではないし、余裕のかけらもないんだから。裁判もたくさん抱えてるし、裁判もめっちゃ多分予定としてあるし、うん、余裕のかけらもないってないからな。裁判抱えてる人がモーニング、そんな余裕あるモーニング迎えられないよね。AM6 時、うん、ガサとか。ガサガサって朝方に来るらしいしね。 AM9 時半出廷。この間ネットニュースで見たんだけどさ、うん、有志によってうごめものデータがどんどんサルベージされてるらしいよ。えマジでやばくないこれ。そんなことある？これめちゃくちゃありがた迷惑じゃない？ありがた迷惑。これはやばい。困る人いっぱいいるよ全国に。俺もそのうちの一人だけどさ。お前もやってた。やってた。困るマジでやめてそれ。でも今ってこう TikTok やっぱり黒歴史たくさん残してるんだよね、うん、めっちゃいいハッシュタグ見つけちゃったんだよね。あら。創作奇病シリーズっていうのが流行ってたらしくて。奇病シリーズ。奇妙な病気、奇病っこい病気とかを考えて、うん、でそれを発表する界隈があって、それをなんかなりきりでコスプレしたり、なりきりで設定考えたり、なりきりでなんか文章を考えたりとかしてる面白い会話があって、ちょっと情報量多い。え？対創作文化があるんだよね。マジか。ちょ見てこれたまんない。奇病最前線の時。九？何何何何何？イノシシ。イノシシ病。好きな人の目を見ると目が赤たハートになってしまう。それを隠すために好きな人から目を背けてしまう。いい設定だねー。大人大人大人。え悪魔病。悪魔病。もう涙雨涙病。どういうこと？自作病。ほう。たまんないね。よく見つけたねこれ。
確かにあって中学生の頃とかそういうなんかあったよ妄想でちょっと濃い病気考えるみたいなあったけど、なんかそういう女子いたよね。なんだ女子もいたし俺も考えたし、これ中二病だね。大人になってまだそんなこと考えてるのいるんだよね。嘘。俺なんてお金のことしか考えてないのに。大人はお金のことしか考えないんだからね。大人はお金のことしか考えないの基本ね。もっと考えた方がいいよお金のこと。鼻先病、腰泣き病。そう。ん？おっと、変なの見せてしまった。心拍病と鼻拍病を患ってる。あ、2個も片目足と目口は傷だらけなんだ。人が好きな人にそれごとなんだと。ああ、こんな場所も好きになってくるわけないよね。俺は目に口当てていく運命なのかもな。定めか、定めなのかもな。これはいいですよ。たまんないのを見た俺は。もしかしていっぱいあるこういう動画。これが界隈としてあるんだよね。しかも鼻先病とかはね結構有名な病気なんだよね。ハッシュタグできてるもんね鼻先病。そうそうそう、星泣き病とかもね有名なのよ。日本おもれ。病気を創作して楽しむってなんて余裕のある人類なんだこれ。すごいよね。まあでもこうやって黒歴史を量産してしまうのが強いて言えば病気だけどね。これは何、恥さらし病とかじゃない？恥さらし病、恥さらし病とかじゃない？親泣かせ病とかね。親泣かせ病、それは俺らもじゃないか。あ、そっか。え、奇病にかかったかまぼこ組。あ、鬼滅、あ、鬼滅かける奇病。あ、星泣き病。うん、彼は殺人。え、感銘を受けてる俺は。この前やったオリキャラみたいに近しいものもある。近しいね。中二病ですよあなたは。ただの猫を炭治郎セックスして性病とかなったらおもろいけど。クラミジアとか。クラミジア。おう、ママは鼻先病、パパは鉱石病。あ、ハーフだ。ハーフ、ハーフ、マジ。うわー、珍しい。ハーフさ、先天性の奇病だから治療できないんだって。マジですか。大変だ。俺は大変だ。俺は大変だね。さすがにこれブラックジャックも爆笑してどっか行く。これは直せねえわ。これは直せねえよ。バーガーっつって。いや、痛すぎるね、これ。これ大人がこうやってこう腕にこうシールとかペタペタして、あつらも買ってきてってやってんでしょ。で、12歳の子供からコメントもらって、チヤホヤされて喜んでるんでしょ。これは病気ですね、間違いなく。これは病気だね。ピーターパン症候群とか近いんじゃないかな。ずっと衣のままで。そう。赤病って大変ですか？やっぱ宝石病、鼻先病が、うん、メジャー。あ、宝石病メイクってこと。なるほどね。参考にしよう。これは参考になるね。うん、宝石病って大変ですか。この街だけ見たらマジで意味わかんないな。それこそ外人困惑するだろうね。本人が楽しいならね。まあね、趣味でやってんだもん。これジャパニーズカルチャーだね。ジャパニーズカルチャーだな、これは。うん、後編続く。誰が見るかよ、ボケが。ふざけやがって。ふざけやがってよ。初めて見た TikTok で後編続く。これは、窒症。ダメ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 。ダメ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 。撤回して。壊れるんだから。壊れるんだから。壊れるよ。本当に壊れるから。そろそろマジでやめてそういうの。一番近いのは、うん、まあそれなんだ。それ何それって。え、そのね、あなたが今おっしゃった。窒症ダメよ。師匠のこと言ってた。もう言わないで。何の仕事してんだろう。恋人とかはいらっしゃるのかな。血のパン履いてる30中盤ぐらいの。ネットで知り合った。ネットで知り合った理解のある彼くんがいるんじゃない。金魚病？金魚になっちゃう。蝶腸病？悪口言われてるけど。なあ、そこのあんた、賭けをしないかい。おう。私の最後は蝶になった魚のような、捨て身な。どうなるの？どうなるんだよ。どっちなんだろうね。なんか後ろのカレンダーリアルじゃね。こう二次元っぽい格好をいくらしても後ろはすごい生活感のある背景なのが俺エモくて好きだな、うん、普段はどんな生活を営んでるんだろうってちょっと考えちゃうな。トップバリューの水とか飲んでそうじゃね。最後の病気のみ私の創作です。ほう、鼻先病はそれよくある。そう、よくある定番なんだね。鼻先病で、これが星涙病だ。俺もう覚えたよ。おー、これが星涙ね。これ？これ？あ、え、なんだろう、宝石病だ、宝石病だ。ああ、これ最後が何、これ
溢れる毒と書いてなんて呼ぶんだろうこれ。これが創作病なんだこの人の。ああ毒が溢れちゃうんだね目とか鼻。それは思いつかんかった。あーそれセンスいいなこれ。いや主さんかっこいいね。性癖が性癖に刺さるんですけど私は鼻食べ病鼻食べ病であるっつってる。はいはい鼻食べちゃダメよって言われて私が隠れて食べれば誰も悲しまない。お隠れて食べんのなかなかいいじゃん。この絵の感じねうわ今のすごい今見た今の見その下に小さい言葉書いてある感じの。はいはいはいこっそり花食べてんだね。はいはいはい普通の食事がやっぱ花びらなんだね。なるほどね。医療従事者に謝れよこんなパンデミック起きてまだ反省してないからなこんなふざけた病気に裂かれる病室が一個でもあるのかやったらマジで許せないよ、ね、本当だよ。鼻先病の彼女。はいはいはい、マジで俺動画まで見たもんこれ、うん、俳優が亡くなって何の曲なの。ああ、あ、死んじゃうんだ。死んじゃうんだよ、鼻先病で。びっくりしちゃうだろう。はいはい、力が入らなくなった。おあこれは映画化ですね。山崎賢人。山崎賢人主演。ああ、ええや、これは。痛いよ。痛いよ。たまんないよ。ああ、10年後とかさ、ふとした瞬間にこれやってたことを思い出して、うん。ゾワゾワゾワってなる瞬間あるんだろう。なるね。施設の仲間あれ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 なんかすごい言葉見えたけど。施設の仲間なんじゃない施設の仲間。ほう。施設にいるんだ。やっぱり、そうだったね。施設だったのかなそういう。どういう施設なの何施設想像が膨らんじゃうな。施設の仲間ね。おう、紹介してくれるのほう、けい、ゆう。え何言ってんの触るのあっち。ああ、もう怖い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 。やっぱ施設の仲間なんじゃない施設の仲間だよ、この人は。あの、その言葉通りなのかな。うん。国の施設。あの施設。でもまあ、いいんじゃないこう、そういう、障害を持った方でも。待て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 。病人が病人のコスプレしてんだ。花。花咲病ね。ほうな、母親。あ、母親とかある今日、長女病と金魚病のハーフ。長学病。はいはいはい。自分で作ってるんだけど。ビル。悪魔病患者。コミュ障、コミュ障。ラブ。の、ね。男性部、ほう。席。すごい世界観が構築されてんだ、この人の中で。現実と考えてるんですね。はい、放射病と金魚病の歯。すみません、天使病、こういう男子もいるんだ。サク、殺人病もしなくて。鬼人病患者。いやー、すごいよ。いやー、でもなんか、かっこいいな、奇病。かっこいい。かっこいいと思っちゃったかも。え？なんか俺もなんか欲しいな、そういう奇病なんか。奇病かっこいいと思った。かっこよくない？お前も欲しい。欲しいな。まあお前は恵まれてるか。え？ ADHD？ 自閉症？パニック障害？神経崩壊でしょ？勃起不全もあるでしょ？ほら、踊れよ。変わった趣味を持ってる人への偏見ってまだあるじゃん。あります。まあ、鉄道オタクとかさ、一昔前だったらアニメオタクとかにも偏見ってあったよね。一昔前ね。俺、そういう偏見をなくしたい。本当に。多様性の時代でしょ俺、多様性大好き大好き多様性この前見たさ、奇病界隈っていうのがあったじゃん、うん。自分で考えた病気のコスプレをして楽しんでる人たちがいるじゃん。ああいうのもまあ、まだ偏見の目で見られてるというか、はいはいはい。その、別に、共感しなくていいんだよ、うん。ただ、理解してあげることが大事。あ、じゃあ今日はそういう動画なんだ。そう。だから、変なリアクションはしないように。ハートウォーミングな。そうですね。理解を広げていく動画なんだ。そう。はい。あ、宝石病。宝石。踊っちゃってね。つけるしかなったんだもんね。ね。これは、痛い病だね。あ、日本四大公害みたいな話。これが日本、これが痛い痛い病じゃなくて。あ、違うよ。これ日本で社会問題になんないでしょ。政府動かない。ただ痛い人でしょ。あ、ただの痛い人。痛い痛い病ってそれじゃない。そうか。うん、あれいや、何が何が痛い人っ
で、痛いというか別にそれは本人のその、なんかあれもあるし、功績。どういうこと？まあ普通にカットして。カットする。口をついて出ちゃうんだよ、ね。マジで、マジで耐えて。耐えかねるな。金魚かける花咲病なんだね。楽しそう。いいね。金魚って。そもそも金魚病と花咲病も既存なんだ。を妄想してコスプレで作ってるんだ。まあ大人がやってんだこれを。まあそうだね。いってーな。やっぱその、いやこっからヒレとか生えてるとさ、痛そうだよね。痛そうでしょ。確かに。だいってーと思って。何してんだろうねこういう人って普段。なんだろうね、まあ地方の企業の受付とかじゃない。リアルだな。手取り16万とか。いやいや素晴らしいです。素晴らしいよ。もうなんだよ。だよ。まだまだあるぞバカ。あってるよ。こういうのもあるからね。二色ボールペンで奇病描いてみた。セブン。ピンク&紫の二色。うん。翼病。そうなの。おー。これはまあ休み時間とかで考えてんのかな。おー。すごいな。名前すごいからね。なんて読むの？ハウエコウ。おぉ。かっけー。本当にね。本当にね。うん。で、奇病シリーズ。奇人病。かっけえ。ガオ。うわぁ、100均のポスター貼ってある。100均のカレンダー。いいね、なんか、100均っていうのリアルだよね。こういうのにハマる女オタクさんが、100均のその、例えば、猫のグッズとか買ってたよ、100均の。ちょうど。100均の猫のグッズ買い占めてそうね。そうそうそう。猫買いやったらもう買っちゃうんだろうね。ああ、わかるわかる。なんか100均 DIY みたいな好きそうだな。100均のなんか収納グッズとか結構部屋にいっぱいありそうだな。で、その後アニメていくんだよね。あ、そうだね。休日そんな感じだろうね。で、スシローで飯食っては。リアルだな。なんか女オタクさんそんな感じだよね。素晴らしいこと。いい意味でね。うん。サギになっちゃう病気な。え？ラビ泣いちゃう。ラビって言うんだ。文字多すぎ。いってー。いやー正気の沙汰じゃないよね。ん？でも、うん、芸術家ってみんな正気の沙汰じゃないわけで。あー、うん、これが本当の芸術なんだろうね。芸術は見てられないな。いやまあ抵抗があるのが芸術かもしれないしね。まあ、確かになんかね、うん、ちょっと足重いよね美術館とか行くのね。ってことだよね。俺はそういうことをずっと言ってるんだ。うん言ってんだ。お前が言ってんだ。うん。ストプリに君を当てはめてみる。マジっすか。星泣き病。涙がコンペズなり溢れ、抗生素を記憶し。そんな病気なの？体が歯透明になる。マジ？進行すると最後蒸発しているんだ。指、宝病？宝石になっちゃうんだ、指が。うん。虫病。最高の仕事も。遺伝に花が咲く。そんなんもあるんだ。遺伝性気質病。パワハラ病とかはないの。プリン病とかもなくて。まあ実際はそうなのかもしれないね、ストプリは。あれも奇病、奇病だもんね、あれも。あれは奇病だし、奇病が夢だからね。誰も批判しちゃいけないよね。そうだよね。うん、多様性なんだから。そうだよね。うん。うわぁ。何星くずれと変わっちゃうんだ、体が。花咲病。顔思いするのマリニカ。すごいな。イートラーその身に毒を。ああ大人だもんな。想像力が豊かだよね。そうですよ。すごい。ずっと想像力に俺は感服してる。大人なのに。な大人なのに何？大人が何？その大人なのにってどういうこと？別大人でも子供でも想像力大人なのに子供心忘れてなくてすごいなっていう。なるほどね。なんか大人なのにこんなバカみたいなコスプレばっかして TikTok 撮りまくってるのを大人なのにって言ってるわけではない？そう。なんで女友達みたいになったのさ。うん。追いかけ。え何これすごい。こんな綺麗な翼いらない。天使病。私のそばから早く逃げて。
人病。まず先に俺治療しちゃうし。ちょっと精神に異常きたしそうだったね。ちょっとなー。ピーターパン症候群とかじゃない？この人たちは。ちょっと子供すぎるって。アルビノとかが好きなんだろうね。好きそう、アルビノ。アルビノとかがこの人の界隈の頂点だよね。オッドアイとかも好きだろうね。あ、オッドアイね。憧れてんだろうな。憧れそう。すごいな、世の中にこんなに良質なコンテンツで溢れ返ってんのにさ、もう月額1000円とかネットリックスで無限にアニメとか見れるのに、こんなんで楽しんでる、僕わかんない一般人が描いた架空のキャラクターを見て楽しんでる人たちがいるの？いや、いるんだよ。素晴らしいね。素晴らしいでしょ。素晴らしい世界。いいね。全部こう撮ってる人とか書いてる人とか考えてる人たちが一番奇妙っていうのが面白いところだと思う。そこが面白い。コンテンツの。うん。同性で光になった。すげえ。兄弟なんだ。しなき病、しなみな病。人病とのハーフなんだこっちは。ゲー合成つけてるの。ああ、なるほどね。楽しそうだね。仕事終わりとかにこれ撮って作ってってやってんのだろうね。なんか職場に水筒とか持ってくタイプだろうね。ちょうど家庭的そうだね。うん、派遣の仕事とかを週4くらい入って、手取り16くらいで実家に住んでそうだよね。住んでそう。ちょうどなんかファミレスとかででっかい声でオタクトークしてそう。してそう。女オタク友達と。まあそれはいい意味でね。そう、素晴らしい。もう無理だって。いや、無理とかじゃないって。うわ、悪魔ちゃん何病なんだろう。すごいセリフまで考える。何してんだよ、何考えてんだよ。悪魔病なんだ。楽しいね、ごっこ遊びね。ね、ごっこ遊びまだしてんでしょ。何してんだよ。ごかがも好きなんだろうな。うん、深海少女ってのはちょうどいいよな。世代だったんかな。女からしてるけど絶対に一線を越えないところがいいところらしいよ。じゃない感じで。そういうの好きそう。なんかそういうの好きそうだよな。なんか本人は全く経験なさそうなのにな。絶対実家住みだしな。間違いないね。実家住み20代後半女さんみたいな感じするよな。なんかチンチン見たらびっくりしそうだよ。なんかびっくりす、大人の男のチンチン見たらフルボッキしてるチンチンやろ。びっくりってなりそう。お母さんとかに早く孫の顔見せろってプレッシャーかけられてた。言われてそう、言われてそう。彼氏の一人も作れないであんた。まあまあいいけど、下ネタ過剰に嫌いそうだよね。まだ本当にウムなんだろうな。なんかセクハラして困らせたいな、こういう女の子。全然笑えないわそれの。なんで俺こんな安い種類やってんだ。生き草お前。いいねこの人。この人いいな、俺好き、推しだわ。何してんだよ。いいね。なんかお父さん、こんなお父さんとチャンネル争いとかで喧嘩してほしくない。いいのね。うん、銀玉やってるのに裏でもそんなもう野球なんて毎日見てるからいいでしょ。もういい。いつになったら孫の顔見せてくれるんだお前は。この人のリビングの感じすげえ想像できるな。うん。全く内容に触れてないの、ひどくない？何だ、指、なんて言うの、司法表？どういうことだろう？いいね、創作ですね。創作だよ？今日3回目ぐらいだけど、この病気見たの。でも、なんかここまでなんかいろんな感情が書き立てられるのは間違いなく創作だよ、これは。アートだよ。確かにね。うん、心に訴えてくるよね。ね、めっちゃなんか、ご飯できたよって呼ばれそうだもんな。今にも呼ばれそう。このタペストリー良くない？葛藤心ぐらいありそうな男の人の。タペストリーいいね。いいねー。個人的に好きな奇病まとめ。本当にマジで耐えよう。うん。よくない。笑うとかもう、うん、ダメだよね。片思いをすると、まりにかかり、口から鼻を吐き出す。鼻奇病。涙がコンペートに。ああ腰な、腰な奇病。背中から翼が生え。生命力を奪って翼は美しく成長。いやー、やめろ。愛する人の拒絶し、うわ、愛する人の全ての記憶を失って、妨害症候群、妨害症候群、水の中でしか生きることができないマーメイド病。おお、寂しくて寂しくて心が狂い、さまざまなことを忘れ、最後には呼吸の仕方をも忘れる。
うさぎ病涙が氷のように凍り、読み方最終的に失明する類氷病涙がこぼれると宝石となる。おこぼれる、こぼれるね、類氷病。体の一部から花のつぼみが生え最後は一斉に全ての花が咲き、体は仮面となり散ってゆく。読み方すげえいいねこういうのいやたまんねえこれ。あちょっとねちゃっとした声が聞こえてくる感じ、ね、そのほんとスマホ間近で布団にくるまりながら撮ったんだろうなみたいな、この音質。処女ボイスでしたね。処女ボイスだなこれ。絶対処女幕あるもん。いやー漫画こそう。なんかまあ剃ってないだろうね、うん、一回もね。眉毛とかももうちょっと剃れた方がいいんじゃないかな。ザラとかで服買ったらユニクロじゃなくて見た目まだ全然出てない勝手に妄想だけで今言ってんの。これだから妄想病でしょ。あ、お前がな、うん、それはお前がね。え、いいね、多様性好き。好きでしょ。多様性が好き。俺も好き、うん、好きになったわ、うん、エモいなみんな。アップデートしかなくね、価値観もね。そうだよね、そういう時代だしね。うん、うん、あでも俺らが一番社会に認められる側だけどね。こっちがこう認めるみたいなスタンスじゃなくて、多分俺らもだいぶ病気側だよこのチャンネルをバンするってことは、これは多様性に反してるってことだよね。確かにね。うん、こういう人たちがいてもいいじゃんね、こういう趣味の人たちがね。そうだよね。早く受け入れられたいな。受け入れられたいな。究極に俺はイケボを楽しみたくて、一番の楽しみ方ってやっぱスタジオで爆音で聞くことじゃないかなと思って今日来ました。ド M が過ぎるってなんで爆音で聞かなきゃいけないんだ。楽しみすぎる。忙しくないけどなんのよ彼女。おるわけねえだろ。ああけど君さちょっと可愛くない。よかったらこの後ちょ、あ、ダメ、あ、すいませんでした、さよなら。あんた誰、よそ見するな。うわっ、歴戦の。ああ、この世界は残酷だ。やめろ、やめろ。俺が死ぬ。あんた誰、よそ見するな。あれ編集するとき音消して編集したよ、嫌すぎて。バカでかいスピーカーあるけどさ、ここに、うん、本当にバカでかいね。最高の機材で最高のイケボ聞こう。たまんねー、気持ち悪い。今日本一気持ち悪い空間でここ。妊婦さんとか近くにいない方がいいかもしれないな。うん、うん、あこれは核兵器だな。やばいね。たまんねー、これこれ。本当に気持ち悪い、やめて。バカ、ゴミ、カス、嘘。1動画につき3年くらい寿命は縮まってる気がするな。耳元でささやかれてるみたいな感じ。本当に、なんなら脳まで揺れる感じ。全細胞が震えてる。これはいいぞ。よくないって。物だか分かってる。EDM はめっちゃよく聞こえるんだけどな、ね、最高の EDM は聞けるんだ。マジでクラブみたいになってるんだけど、挟まるものがおぶつすぎるんだよなEDM だけ聞きたかったな今日スタジオで。マジで楽しすぎるこれ。たまんねえ。おかしいって。先輩の声聞きたい。かわいい。まさかこんな大きい音が流されるとも思ってなかっただろうな。気持ち悪い、チーギューの声。お前なんか隠してる。何、誰か教えて。隠してない。俺切れる前に素直に言っといた方がいいよ。こんな髪伸びたの痛い、うん、わざと痛くしてる。俺の目見てたよ。何隠してんの。首振ってないでちゃんと言葉で言えって。何隠してない。
の足これ丸まってんだよ。すっげえビクッとするじゃん。よしよし、なんで今慌てたの？慌ててないよ。お前いつから俺に意見するようになったんだよ。何隠したっけ。おい気に入らねえな。逃げるって何。俺がまだ優しく聞いてあげてるうちにさっさと答えろ。聞きたくない、こんな立体音響で。いや最高の機材で最低の音聞くの楽しい。いやでもこんないいスピーカーで出されたら本望でしょう。まだ俺脱粉音とか聞いた方がマシ。なんだこれ気持ち悪い。ものすごい性欲が押し寄せてくるこの感じ。、うん、たまんねえ。ねえこっち見て。次こっち、こっち向け。うん、次僕。うるせえ、まだ俺の番だろ。長いって。は？ねえ、僕とこれどっちにしてほしい？ウェゴ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 。はあ、涙が出る。俺が追い求めていたのはこれだ。たまんねえこれ。なんか今耳が変な形になってきたもん。マジであと10秒流れてたら俺自分で鼓膜破ってたわ。やっぱ死を実感した時が一番生を実感できるっていうもんな。このアドレナリンの量はそれか。死ぬと思った。うう、もうちょっとの聞いてたら本当に死んでるところだった。にやけたらド M。 言われたやつかやし。おい他のやつにも聞かれてんの。でかすぎんだよ。お前だろ、お前だよ。重低音がすごい。ないはずの子宮が揺れてるもん。うん、内臓が揺れる感じ、あの声で。いやー、極太黒歴史が耳の中に入ってくるね。俺、ソゾには優しいから。ソロディ。うるせえよ、童貞。まずお母さんに優しくしろよ。学校行けよ、ちゃんと。こんなのやってないで。いや、まず生物全体に優しくない音量してたしな。もうちょっと俺らにも優しくして。よくこれ乗せられるな、ネットに。なんかその大きい音聞いた後だからか知らんけど、耳がグワングワンして、お前の声めっちゃ遠くに聞こえるんだけど。大丈夫？今隣で喋ってるはずなのに、なんか自分の声もうまく聞こえないんだよ、耳がグワングワンして。なんかおかしくなっちゃったのかな。今日朝からずっとさ、ずっとこのムラムラする。イヤホン推奨とか書いてあったけど、これそんなバカデカスピーカーで聞くもんじゃないって。推奨してないよ、この人。バカデカスピーカー推奨じゃなかった。推奨じゃない。いや本当に激キモボイスだったな。なあ、耳にカウパー入ってない？なんかネチネチしてきたな。直で男性ホルモンが流し込まれるこの感じね。性欲が大爆発しちゃったワンコ彼氏、気持ち悪すぎる。怖いのやだ、痛いのやだ。かわいい。うん、いい子だね、ちゃんと別れて。怖いのやだ、痛いのやだ。かわいい。うん、いい子だね、ちゃんと別れて。怖いのやだ、痛いのやだ。痛すぎるって。痛すぎ、ちょっと。あ、死ねるこれは。エンタメの域を超えてるんだ。笑えないレベルで体調悪くなってきたな。これこれ、何なんだお前。おかしいって。付き合わすな、こんなこと。あー楽しい。気持ち悪い。見てんじゃねえよデブ。なんで口で息してんの。ぽっちゃりデブだよ。なんかデブな気がしてきた俺が。そんな言われたら。なんならデブになってきてるよな、この数秒で。何デブに刺さるセリフ集って、そんな需要あるんだ。ド M の女の子に需要あんのかな。びっくりしてるだろうな、周りの部屋の人。申し訳ないな、申し訳ないな。マジで絶対明日熱出るわ。スマホを耳につけたら音が聞こえます。では流します。
そんなんで聞こえなかった人はしっかりスマホを耳につけてください。では流します。ブラクラじゃないこれ。大丈夫か。ね、うわやっぱりスマホを耳につけ、ブラクラよりやだ。急に怖いのとかグワーってなるやつより、ウォーリーを探すなみたいなさ、それよりも全然しんどいからね。もう分かっててもしんどい。うん、マジでこれロシアが目つけるな。この兵器実戦運用されるよ、うん、そのうち何かしらの戦争に使えそうだよ。マジで軍事利用される。マジで下北沢の草木が枯れてってるから今この時間で、うん、どんどんなくなってってるよ。生態系が壊れないうちにちょっと早く終わりたいな。そうマジ行きたいじゃなくて行かせてくださいでしょ。行かせてくださー殺してくれ。行きたかった。まだ死んだ方がマシだもんな。もう俺ベートーベンが羨ましい。今だけは耳聞こえなくていい。確かにな。いやいいね。 FBI とかも目つけるだろうねこれ、うん、拷問とかに持ってこいだよな。マジで拷問だな。全細胞が恥ずかしくなってくるこの感じ。女子に刺さる動画です。初めてだったんだ。じゃあ俺専用にしてやるや。これは不女子に刺さるとかじゃなくて、多分ホモサピエンス全員に刺さるよこれ。気持ち悪い。こんな音量で聞くもんじゃないってマジで。スマホのスピーカーでもしんどかったんだから。ダブルで痛いんだもん。その肉体的にも痛いし、そうそうそう、共感性収容しても痛いし、マジでなんか体内がぐちゃぐちゃになってる感じがする。前頭葉と側頭葉入れ替わった感じがするんだもう今音圧だけで。マジでなんか体中が異常をきたしてる。放射能とか浴びた時と同じ感じなんかな。体がバグってるな今、うん、どうでしょうか。楽しんでいただけたかな。友達やめたよお前と。なんだと思って来てみたらさ。あーこれマジで今日寝れないな。変な。あー楽しいな。おかしいって。うん。お前なんで喜んでんだよ。